え、誰にしようかな。へいへい、トゥーパンプスさんにしましょう。おはようございま す。私にとって特別な場所、それは伊勢崎神社です。うん、赤ちゃんの時のお宮参りから始まり、うん、私の人生の節目には必ずお世話になっています。うん、私が生まれた家の近くにあることも理由の一つ。伊勢崎神社には今のスバルの前身、うん、中島飛行機が奉納した大きな木製のプロペラが今でも祀られています。あのプロペラは楽器メーカーのヤマハが製造したそうですが、うん、当時の飛行機に使われていたものだそうです。伊勢崎にあった中島飛行機の工場がスバルの工場になり、あの有名なテントウムシことスバル360が誕生しました。私は10年間海外で技術指導をしましたが、それはカメラではなく海外の人たちに自動車部品を作る技術の指導でした。子供の頃から伊勢崎神社にお参りしていた私には、ものづくりの町伊勢崎の DNA があるのかなと特別な思いがありますというメールいただきました。ね、はい、神社ね、そしてあるよね、うん。